ランスのノートルダム大聖堂、サンレミ宮大修道院及び東急殿はフランスにある世界遺産の一つ。詳しくはノートルダム大聖堂を参照のこと。ランスのノートルダム大聖堂ではフランク王国のクロビスが洗礼を受けたとされることに、ちなみ歴代のフランス王たちの戴冠式が挙行されてきた。現存するゴシック様式の大聖堂は13世紀以降のもので。 ある。サンデミ聖堂内部サンデミ聖堂は、1000年頃に建造されたバシーカ式教会堂である。世界遺産としての登録名は、サンデミ級大衆動員。なお、レミは現代フランス語では、ルミと発音する綴りだが、かつて、サンイコール定期がなかった頃の慣例に従って、レミと同様に発音される。この教会の名は、クロビスの洗礼を行った聖レミに由来し、 その生物が安置されている。この教会は1049年にローマ教皇レオ旧世によって聖レミに捧げられた。ロマネスク様式の神道と浴老はこの教会で最も古いものである。ただし、浴老の南のファサードは一番時代が新しい。内人と後人は12世紀から13世紀にかけて作られたものである。価値ある記念品の類は、 フランス革命の際に盗難にあった。また、セーレミの墓にしても19世紀に再建されたものである。ただし、後人の12世紀のステンドグラスや、セーレミの歴史を綴ったタペストリーは現存している。1918年8月1日には、ドイツ軍の砲撃にさらされ、屋根が炎上、崩落した。壁に損傷はなかったものの、床には破片が散乱していたという。 サンレミ聖堂に隣接するサンレミ博物館は、元は18世紀にベネディクト会の修道院として用いられていたもので、サンレミ聖堂と共に世界遺産に登録されている。世界遺産の登録名、サンレミ旧大修道院はこの建物に由来する。東博物館では、ガロローマンの文化遺産をはじめとする街の歴史に関する展示が行われている。 東急電東宮殿内首都宮殿は1498年から1509年に建造された大司教の館。1675年に部分的に改修され、1914年9月19日の火災の後にも修復された。名前はギリシャ文字のタウから付けられたものであり、平面図が T 字型をしていたことにちなんでいる。ノートルダム大聖堂に隣接し、 国王の戴冠式の際には、期間中の国王の御座章としても使われた。1972年以降、東急殿は、タペストリーなどの大聖堂に関わる品々ナナ、あるいは、戴冠式に関わりのあった品々ナナなどを展示する、国立博物館となっている。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。